カモン TV。 カモン TV へようこそ。キムピオです。今日は全国苗字ランキング第30位の藤田さんについて、苗字の由来を話しながら、塩家紋の一つつなぎ五つ目結紋を書いていきます。藤田さんは藤が苗字についているので藤原さんの流れと思われがちですが、頭に藤の字を使っている苗字は藤原さんと関係がないことが多いようです。藤の花のある田んぼや縁にある田んぼが語源となった地名が由来となっています。藤田さんの主なルーツとして小野妹子の一族が挙げられます。小野一族からは公家を出すことができなかったため、地方官僚となって地方におり、そのまま土着して武士化したものが多かったのです。こうして武士となった小野さんの光栄で有名なのが、関東に下った小野さんです。平安時代、小野高安は武蔵の森となって関東におり、その孫の時則は武蔵の国児玉郡猪俣に住んで猪俣を名乗り、猪俣島を創設しています。その猪俣島の出の猪俣正幸が武蔵の国半沢郡藤田郷に住み、藤田五郎を名乗ります。おそらくここで初めての藤田さんが誕生し、西日本へと拡大していきました。その他、桓武平氏の畠山さんが武蔵の国秩父郡藤田郷に住み、藤田さんを名乗り、陸奥国伊達郡藤田をルーツとする清和源氏の石川さんの一族も藤田さんを名乗ります。全国的に広く見られる苗字で代表的な家紋はありませんが、丸に桔梗や丸に三つ星、目結い紋や藤紋も見られます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な人、物と家紋を絡めた小話をしながら、元江戸友禅絵師のキムピヨが家紋を手書きしていきます。応援してくれる方、少しでも興味を持ってくれた方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。